その設備が起動せえへんくて、人が死んだらあんたらどれぐらいの金払わなあかんか分かってますかと。はい、どうも、カズベンです。お疲れさん。というわけで、今日はね、消防の中の仕事で、防火査察っていう、すんげえ仕事をみんなで紹介していこうと思います。と言いますのは、このカズテン、先週まで、ちょっと消防学校の方にお勉強行っておりまして、この防火査察というものをね、お勉強してございました。まあ、あまりね、知られていないかもしれないんやけれども、この防火査察こそがね、もう消防の基本となると言っていいんじゃないかと。もう消防士の仕事イコール防火査察と言ってもいいんじゃないかっていうふうに僕は思ってるので、それをね、消防士になりたい皆さん、そしてね、消防の仕事どんなんやって興味ある皆さんにね、わかりやすく教えていこうと思うので、最後までよろしく。はい、まあ、防火査察っていう仕事をね、ちょっと語る前に、そもそも消防の仕事って基本的に受け身の仕事なのよね。まあ、受け身の仕事どういうことかっていうと、例えば消防側から、ここで火事起こってませんかとか、ここでお腹痛い人いませんかとか、ここで溺れてる人いませんかっていうこと絶対ないですよね。何か火災が起こってとか、傷病者が発生してとか、救助事案が発生して、助けてほしいっていうことが発生してから、その人が119番することで僕たち初めて動くのよね。つまり消防っていうのは自分たちから動かない受け身の組織なんですよね。まあそもそもね、何もなかったら僕らなんていらん仕事なんで、受け身であるのは当たり前なんやけれども、そこに来て一つだけ攻撃的な仕事、それが防火査察っていうもんになるのよね。まあ本当サッカーで言うと防火査察だけがワントップで、他がみんなディフェンダーと言ってもいいんじゃないかっていうところなんよね。ほんなら防火査察ってどんなことすんのっていう話なんやけれども、火が出ないようにあらかじめ火が出そうなとこを叩いておくみたいな、まあ、かっこよく言ったらそんな感じやねんけれども、例えば、大きなビル一つできますと。でその時に予防課の職員がここに消火器置かない開きませんよとか、ここにスプリンクラーつけてくださいね、ここに誘導灯つけてくださいね、ここに、消防隊活動区域つけてくださいねみたいなことを詰めていって一つの建物ができるんですよ。で見事そのビルが建ちましたと。消防用設備もしっかりついてます、避難経路もしっかりとできましたと、まあ、そういう風にして建物が使われていくわけなんやけれども、まあ、その建物もやはり人が使ってると消防用設備は傷んでくるし、避難経路に物を置かれたりっていうことがどうしてもあるよね。そういうところを見に行って、是正指導していくのがこの防火査察っていう仕事なのよね。でなのでもう火が出る前に、火が出そうなところに行って、この荷物をどけてくださいとか、ここ少し通路狭いんで開けてください、消防用設備がしっかりと維持管理されてないのでしっかりと点検を行ってくださいっていうことを指導したり、時には命令したりするのが防火査察の仕事なのよね。まあ、こういった仕事してるんで、唯一ね、攻撃的な仕事、消防側から積極的に、攻めていける仕事って言われるのが、まあ、この防火査察なんよね。まあ、こういう説明で、ね、防火査察のことちょっとは分かってもらったかなって思うんやけれども、みんな消防に比べてやっぱ警察って怖い存在やんね。やっぱりスピード違反したら捕まっちゃうし、人のもん取ったら捕まっちゃうしっていうところで、やっぱり警察の方がなんか怖いぞと、権限あるぞと思いきや、そんなことなかったよね。でこれ俺自身もそんなことないやろと思ってたんやけれども、勉強していくうちに消防ってめちゃくちゃ権限強いのよね。ただそのやたらめったら火災って起きひんから、なんかみんなの生活にこう直結してない感じすんねんけれども、そもそも消防法って、何のためにあるかって、まあ消防法1条、これ初任教育生100回ぐらい、書いてると思うねんけれども、まあ消防法1条に載ってる通り、国民の生命、身体、財産、その他なんやかんやもんねっていうのがあんのよ。まあちょっと俺今すぐ出てけへんけど、すぐ出てけへんけれども、消防法1条どこに載ってるってすぐこうやって出てくるんで、よしとしてください。はい。こうやってね、国民の皆様の安心とかね、安全とか、命とか財産とか守るためにこの法律があって、その法律をしっかり守ってるか見るのが僕たち消防士なのよね。んでそこに書かれてることっていうのは、やっぱり過去に大きい火災があったりとか、事件があったりとかでどんどんこうアップデートされていって、そういったものが洗練されていって、今の消防法であり、消防法施行令であり、消防法施行規則であったりするわけよ。なのでこれ守らんってことは人の命失われるかもしれへんっていう、そういう法律なんだよね。
これ守れへんかったら自分の命危ないでよりももっとやばくて、他の人の命も脅かすかもしれへんし、財産も脅かすかもしれへんでっていうのを取り締まってるのが消防法なのよ。なのでね、スピード違反とかでみんなうわビビってるけれども、ほんまは消防法にもっとビビらなあかんねんけれども、なんか知らんけれども消防が舐められてるのかどうなのかわからないけれども、そういったところを注意してもね、直さない人っていうのがね一定数いるんですよね。みんなね、この動画を見てる方、もう一回ね、消防の権限中もね、なんかこう調べて見てもらったらいいと思う。めちゃくちゃ権限強いんだから。で、消防士にはその消防の偉い人、例えば消防長とか消防署長とか長と名の付く偉い人以外でも、ここに、物があって、これは直ちにどけてもらえへんかったら火災の恐れがあるんですぐどけてくださいって、その場で人に対して命令するほどの権限が消防士には実は与えられてんのよね。で、このことを実は消防の中でも詳しく知らん人っていうのはたくさんおると思うね。で、実際俺も知らんかった。なんとなく勉強したけれども、実際に命令切るなんてことしたことなかったしな、これからもすることねえしなって思ってる消防士も多分多いと思うねんけれども、俺はそれをなんとかしていきたい。少なくとも自分が働いてる消防本部だけでもなんとかしていきたいとは思ってる。まあもちろんね、消防が来て、こここうしなさい、ああしなさい、あの設備どうこうしなさいって言われると、その事業所にとってはお金かかることばっかりなんやけれども、いやいやいやと、その設備が起動せえへんくて、人が死んだらあんたらどれぐらいの金払わなあかんか分かってますかと、これの賠償どれぐらい出てたか、平成何年に起きたこの火災で当時の責任者どれぐらいの損害賠償を負わされたか、あなたはご存知ですかみたいなね、ところなんですよ。なので、もう本当人の命にはね、もう変えられないので、つけなあかんもんはつけてください、守らなあかんルールは守ってくださいっていうのが今回ね、僕がちょっと言いたいところであり、防火査察の仕事とね直結するところかなと思って、今回この話をねさせていただきました。まあね、ただ防火査察ってやっぱりこう嫌ごと言わなあかん仕事やから、もうストレスめちゃくちゃ多いと思う。これを専門で何年もやってはる方、エグいなって思う。俺もまだまだ駆け出しの予防会員なんやけれども、まあ、この辺のこともっと勉強してね、バンバン指導して、違反を是正していけるような消防士にね、これからなっていきますので、これからも皆さんよろしく。というわけで今日の動画は以上です。ご清聴ありがとうございました。息が続かない、ではまた、バイバイ。